佐藤真一は、将棋騎士。東京都練馬区出身。県持松門村。騎士番号は271。1994年9月、当時12歳で、奨励会入会。三段リーグへは2001年4月からの第29回に、初参加となったが、いきなり高段点をつける苦しい展開だった。2008年、年齢制限を目前にした26歳の、 第43回3段リーグを15勝3敗の高成績で優勝。15期前で4段プロ入りを果たした。その期の3段リーグでたとえ勝ち越しても大会するという覚悟をしていたと4段商談時にコメントした。この3段リーグの最終日を前に佐藤は奨励会同期入会で長年の友人であった阿久津力に4段になれてもなれなくても奨励会生活を終えるので、 けじめをつける意味で練習将棋を申し込んでいる。阿久津はこの申し込みを開拓し、練習将棋を指した数日後に最後の三段リーグに臨んだと、週刊将棋の商談インタビューに答えている。2009年6月3日の規制戦一時予選1回戦で、金い詰めた四段を相手に2歩の反則負け。2013年には最初の弟子を取った。 第28期竜王戦6組昇級者、決定戦決勝にて、渡辺タイム4段に敗れる。しかし、5組に在籍したまま引退した、淡路ひとししげる9段の欠員補充として、5位、決定戦なしで5組に昇級した。竜王戦と順位戦のクラスは、衝撃士の在籍クラスを参照。ありがとうございます。